それでは定刻になりましたので、ただいまから令和3年6月定例記者会見を始めます。まず原田氏より挨拶をお願いします。はい、こんにちは。それでは早速令和3年6月の定例記者会見を開始したいと思います。今日の案件は、まず一つ、新型コロナウイルスの接種情報の新たな変化がありましたので、これにつきましての情報の提供と、それから2番目に、災害対策基本法の一部改正がございましたので、この件につきまして、担当課の方から説明をいたします。それから3つ目に、人権に関する市民意識調査というものを実施いたしますので、この件につきまして、お知らせしたいと思っております。以上です。それでは早速新型コロナウイルスワクチン接種情報ということで、担当健康保険課の方から説明をしております。こんにちは、健康保険課です。それではですね、1ページの方をお願いします。新型コロナウイルスワクチンの接種情報についてお知らせいたします。まず全体接種状況ですが、医療従事者、それから高齢者、個別接種、集団接種全部合わせまして全体接種状況です。接種人数は1回目の接種を終えた方が5月30日時点ですが9025人、2回目が3404人となっています。接種率で言いますと、対象者は16歳以上の人口ですので約5万5500人います。1回目が約 16%、 2回目が約 6% となっております。それから75歳以上の高齢者の方なんですけれども、集団接種で接種済みが1回目が3632人となっております。で、現在ですね、2回目の接種を進めているところであります。それから65歳以上、75歳以上の方も含むんですが、予約の開始をですね、本日6月1日から開始しております。集団接種、それから個別接種も本日から開始を始めております。集団接種についてはここに書いてます予約電話、それからホームページ、予約サイトの方にご連絡していただきたいと思います。それから集団接種の開始なんですが、集団接種につきましては6月24日からとなっております。そして個別接種ですが、各医療機関でですね、異なります。これにつきましては今お手元の裏のページですね、2ページの方にですね、個別医療機関の接種の開始の日を書いております。それから移動支援なんですが、集団接種会場への移動支援です。交通手段のない高齢者の方へのですね、移動支援としまして、地区公民館から集団接種会場までのバスを運行しております。で、現在の運行状況ですが、5月10日から28日までが241人利用しております。それから基礎疾患対象者等の確認ということでありますが、これ本日別紙をお配りしております。 A4 のカラーグリーンですね。高齢者の次にですね、優先接種順位となる基礎疾患対象者の方を把握するためにですね、このチラシの方を本日お配りしております。で、これを基礎疾患をお持ちの方につきましては、これを見ていただいてですね、これの裏面の方が申し込み書になってますので、電話もしくは電子申請、もしくは郵送ファックス等でですね、送り返して、もらいたいと考えております。で、接種の順番としまして、接種の流れとしましては、ここに書いてますように、基礎疾患の確認をしましたら、該当する場合はこの申し込み書を市の方へ送ってもらって、市の方からは接種券をですね、届ける形です。で、接種の予約をしていただいて当日接種という流れになっております。それから基礎疾患のない方につきましても、接種、集団接種、個別接種と受ける予定があるかどうかですね、把握したいと考えておりまして、チラシの下の方、基礎疾患のない方に対しましてもホームページの方で回答をお願いしたいということで、書かせていただいております。このチラシにつきまして、本日15時からも、郵送で送る形、順次送る形をとっております。私からは以上です。
第三グループになっちゃう。はい。第三グループ。あ、失礼しました。はい、でですね、それからですね、まあ、学校等でのクラスターが発生したことを踏まえまして、県の方ではですね、小中学校の教職員、それから幼稚園教員、保育士などに対しまして、基礎疾患を有する方と並行しまして優先的に接種を行うということにしておりますので、市の方としましても県と同じようにですね、そういった学校の先生、幼稚園の先生方に対しまして優先的な接種を進めていきたいと思います。具体的にはですね、今準備を進めてまして、今後どういった形でいくかというのは考えていきたいと考えています。それからですね、現在ワクチン接種につきましては、施設入所者75歳以上の高齢者の方が準備行われていますが、今日ですね、65歳以上の高齢者の方に予約のかかってきておりますが、65歳以上の高齢者、それからその後基礎疾患のある方、そして先ほど言いました学校の先生、幼稚園の先生方をしまして、その後ですね、一般の方へと接種の方を進めていきたいと思います。全体の流れとしましては、10月末までには希望する方の接種を完了する予定で考えておりますので、また皆さんのご協力をお願いしたいと思います。それから学校の方はですね、先ほど言いましたように、夏休み中にですね、優先的な接種を進めまして、2学期を迎えるときにはですね、安心して迎えられるように取り組んでいきたいと考えております。私から以上です。続きまして、2番目、防災危機管理課長からお願いいたします。防災危機の課長です。よろしくお願いします。資料は3ページから6ページにかけてでございます。内容は、災害対策基本法の一部改正ということで、避難情報に関するガイドラインの改定で、この件につきましては、もうすでにテレビ、新聞等で報道をいただいておりますので、ちょっと改めてという形になりますけども、ご説明させていただきます。概要といたしましては、下の方にありますように、避難情報に関する名前が変わったということでございます。これまで避難準備、高齢者等避難開始が高齢者避難となりまして、避難勧告と避難指示、各緊急が避難指示に一本化されたということでございます。あと4ページ、5ページについては指導ということで、後でご一読を願えればなと思っております。私からは以上です。それでは3番目について、人権ブロック差別解消推進課、島村お願いいたします。人権ブロック差別解消推進課啓発推進係担当総括の川瀬でございます。本日課長の代わりに出席させていただいております。資料の6ページをご覧ください。報道機関の皆様にはお知らせでございます。人権に関する市民意識調査を実施します。こちらにつきましては、さまざまな人権問題の解決を図り、これまでの人権教育啓発施策の検証を行うとともに、今後より適正かつ効果的な人権施策を推進するための資料を研修材料などとして活用するために、5年ごとに人権に関する市民意識調査を実施しております。今年度が5年の調査年となりますので、調査を実施しますので、調査票が届いた方につきましてはご協力をお願いいたします。調査期間ですが、令和3年6月10日から30日までの21日間、6月10日から配送いたします。調査対象者につきましては、市内に居住している満18歳以上の男女1200人にお願いします。これは住民基本台帳から無作為抽出いたします。調査方法につきましては、郵送によって配布しますが、回収につきましては、郵送または今回からインターネットによる回答を取り入れました。こちらは利便性の向上であるとか、若い方からの回答を増やすための手段でございます。で、調査結果につきましては、
個人が特定されないデータとして集計されます。調査内容については1から6に書かれてある通りでございます。自由なご意見を含めまして全部で44問ございまして、ちょっとボリュームが大きいんですけれども、人権に関するさまざまな課題というのは年を追うごとに増えてきておりますので、致し方ないと思っておりますのでご協力お願いしたいと思っております。調査結果の公表につきましては、調査結果がまとまり次第報告書を作成するとともにホームページなどでも公表する予定です。これは令和4年3月頃を予定しております。私からは以上でございます。それでは、